エキスポシャトル万博約再起の側面方向幕、快速エキスポシャトル万博約再起の側面方向幕、エキスポシャトルは、東海旅客鉄道、愛知環状鉄道が、名古屋駅万博約再起間を中央本線、愛知環状鉄道線経由で、直通運転した普通、快速列車の愛称である。二千五年に開催された愛知万博の会場アクセス列車として、 同年3月1日から9月30日まで期間限定で設定された列車で、運行期間中はダイヤ上定期列車として運転されたほか、多客時には臨時列車が追加運行された。定期列車は平日、休日ダイヤともに、おおむね20分ヘッドの計40往復が運行された。編成は3月23日までと9月26日。 以降は朝ら主始の列車を除いて7両編成。3月24日から9月25日まで全列車10両編成で運行。全列車診療車両区の211系5000番台で運行された。ゴールデンウィーク中、夏休みから万博終了までの期間には臨時列車が運行され、こちらは113系10両編成で運行される列車もあり、 静岡車両区からの貸し出し車もエキスポシャトルとして走行したことがあった。愛知万博瀬戸会場へは万博役座駅が近く、長くて会場へは同駅からリニモに乗り換え万博会場駅で降りるのが便利であった。そのため JR 東海では名古屋近郊区間や東海道新幹線沿線から愛知環状鉄道線経由で リニモ万博会場駅までの往復切符を発売して、エキスポシャトルへの乗車促進を図っていた。その後2005年日本国際博覧会協会も地下鉄東山線、リニモ経由ではなく、こちらをアクセスルートとして推奨するようになった。理由は、リニモの輸送力が小さく、東山線も大変な混雑が予想されたためである。なお、一部の駅間で、 車掌自身で英語による車内放送が行われた。万博終了後の2005年10月1日に行われたダイヤ改正以降も、中央本線と愛知環状鉄道線の直通運転は実施されている。詳しくは、愛知環状鉄道線を参照。名古屋駅、金山駅、鶴舞駅、千草駅、大曽根駅から新森山駅、勝川駅、霞駅,駅、新寮駅、高蔵寺駅。 万博役座駅 JR 東海の診療車両区に所属する211系電車を使用していたが、エキスポシャトルでの運用で車両不足が発生するため、静岡車両区から113系が貸し出された。このほか2005年3月24日に行われた万博開会式では、団体専用列車として特急、品の用の車両である383系も入線している。 ありがとうございます。